はいはい、外でーす。伝統的なお菓子を紹介したいと思います。ヒースメールパップ。ヒースメールパップというデザートなんですけれども、牛乳と何が入ってるんだろう、ちょっとよくわかんないんですけど、牛乳を温めたものをですね、それにちょっと今回はブラウンシュガーを加えてみました。ちょっと初めて挑戦してみます。美味しいです。すごいクリーミーで、なんだろう、牛乳に寒天をちょっと加えたような感じの食感です。すごい柔らかくて、あったかいカスタードクリームみたいな感じですね。はい、これはかなり美味しいです。美味しくいただけます。冷たくしても多分美味しいと思います。うん、ちょっと味わって食べていきたいと思います。今日はファミリーがたくさん揃ってます。はい、相方のファミリーと一緒に楽しみたいと思います。ではまた。